持続可能な開発目標 SDGs の達成に向け優れた取り組みを行う SDGs 未来都市に沖縄県が選定されました。SDGs 未来都市は2030年までの国際的な目標である SDGs について国が各自治体の達成を支援するため積極的に取り組みを行う都市を選定するものです。これまでに全国93の都市が選定されていて今年度は新たに31都市が追加されました。県内では恩納村と石垣市が市町村としてすでに選定されていますが今回は県としての取り組みが評価され選定につながりました。県はSDGs 未来都市の中で特に先導的な事業提案を行った自治体が位置づけられるモデル事業にも選ばれていて上限2700万円の補助金が支給されます。県は補助金を活用して再生可能エネルギーの導入促進や貧困対策などに取り組んでいくとしています。